どこ行ってきたって？映画だってイオン。イオンに、うん？何の映画見に行ってきたの？こんにちはお母さん。吉永小百合と大泉洋の出てるやつ。うんうん、何お土産？うん、2割引きのパン。この間あれ作ったじゃん、くれたじゃん、モコ、うん、が全部食いやがった。そうほんで今日行ってさ、あれあんこだっけたるいで、うん、とろけるチーズを一緒に巻いてやると美味しいなと思ったけど、うん、買ってくるの忘れた。うまそうだったんで、うん、今日はそれを作ります。それも安かったですか？ラスクラスクか。私はコーヒーの、ほんでなんでチーズ、とろけるチーズ買ってこんの？あんた日焼けしとんの背中？何それ、特本の後日焼け。そうそう、ほんで先生が悪い病気か知らんで、もう一遍血を取ってね、うん、検査するって言って、昨日また血を取られた。うん、何悪い病気？悪い病気とは言わんけど、うん、先生こないだ血液検査したって言ったらさ、うん、それとは違う検査をする、うん、もう全然いいのにさ、うん、で薬をもう一回り飲んでみるかってさ、うん、ほんでとろけるチーズ、うん、たっぷりでん、ほんと美味しいと思うよ、うん、あんこと一緒に巻いて、ほんで、うん、あん巻きみたいにする。午後2時半です。今日はぐずついた空模様で、今逆さまでした。とろけるチーズ買ってきました。これから作るそうです。鞘がまだまだいっぱい残ってます。どうするんでしょうか、この量。どうだね、どうだね。何がどうだ。映画はどうだったね。まあまあ。なんだまあまあって。まあまあ、はい、スライスチーズ。思ったより、うん、もっとみんなが宣伝するからもっといいかなって、あれでいいんだね。なんか途中半端でさ、うん、何物足りんの、うん、で、年寄り料金はいくらなの？1300円。うん、ということで今日はさあ、冷蔵庫から取り出すものはあんこと自家製の自家製あんこと、とホットケーキの素ととろけるスライスチーズと、ホットケーキ、そんなに、これホットケーキの、あ、ホットケーキのもの、うん、魅惑の白い粉、ホットケーキミックス。まずホットケーキミックスをどうするの？牛乳で溶き、この間水で溶き、味全然見んかった？見んよ、食われちゃったの。あんだけ全部食べちゃった、ほとんど食べて、下にポトって落としたの、水で。すごいね。私溶いていきます。全然味見ずに一枚焼いただけだねと思ってさ、水と牛乳を本当は半分ずつ混ぜます。あそこの藤田屋で見てるとさ、うん、ドロドロだもんね。藤田屋大あむき、うん、あ、作るとこを見とる、うん、暇だね。チラッと見るだけ。今みんな高くなったっつってびっくりしてるよ、大巻きが、うん、はい、とろけるチーズを切っていきます。それをどうすんの、どのタイミングでやるつもりなの？何笑っとんの、何笑っとんの。80年もあれをやっててさ、うん、主婦をしとってさ、うん、80年じゃないけどね、正確には60年ぐらいだと思うけど。フライパンに豆乳です。きれいにヘラで伸ばしていきます。ここまではクレープ作りのようです。中火でやってます。クレープなんてこうやってやるの？そうだよ。クレープなんて食べたこともないし見たこともない。薄く伸ばす、紙みたいに。それでだいたい全般にブツブツが出たら、うん、全般にブツブツ、こういうふうに空気の穴ができたら、はい、
あんこを軽く手に取って、それは何をやっとる作業だ。さあ、あんこを長細く置いていきます。どう、ここまではいい感じ。続いて、とろけるスライスチーズです。メーカーはセブンイレブンで買ってきた。2枚にしようかな。あ、セブンイレブンじゃない、ローソンだ、間違えた。イオンのがね。はい、さっき筒状にあんこを敷いた、その上にかぶせるようにチーズを敷いていきます。ここからが何、腕の見せ所。そんなことも簡単だよ。簡単なの、うん、こうやってまだいかんけど、焼けてきたらうまくだけど。いい感じ。だいたいいね、はい、だいぶブチブチいってきました、うん、どれ、色は、あ、いい感じに色が焼けてきました。え、これでおしまい。熱いもんだね。体だけが動いて回転せえへんじゃん、全然。ほら、うまそうじゃん。うん、うまそう。私は食べる、ね、はい、こんな感じで大あん巻き風クレープと大あん巻きのあいのこみたいなスイーツの出来上がりです。いよいよ試食です。熱いぞ。熱い、ほら焼いたばっかでも熱いさ。中はもう冷たんじゃないの。それではカットしていきます。あ、パリパリだな、皮が。覚えてました。はい、断面こんな感じで、チーズとあんこ。さあ、それでは試食です。カロリー高いですね。たっぷり熱い、うん、まだそう甘くないから。甘くない、うん、うん、甘くないスイーツ。もうあのチーズの塩味のが勝っちゃってる。そうね、甘さより、うん、でもうまい。こういう風にするだったらもっと甘くしんやかもね、うん、ということで砂糖を振りかけました。これで甘みを強引に出すそうです。さらにあんこの上に砂糖を追加していきます。やっぱりそれ塩でしょ。砂糖って塩はこんな入れるとこは全然砂糖ですよ、と入れるとこ違う。2回目砂糖を足した。ちょっと焦げたな。はい、ということでちょっと焦げ目がついて苦味をアップさせてみました。こんなとこに置けて。はい、これでまた砂糖入りの方を味見です。また味見かね。味見でしょ、味見という感じじゃん。それでは切っていきます。まあ見た目はそんなに変わらないけど、カリカリ感がアップして。さあ、甘みはどうなんでしょうか。甘くなってる。最初甘くない。これぐらいが、これぐらいがいいよ、これぐらいが。砂糖をたくさん入れて小豆を煮るもんで、うん、小豆を、うん、はい、ということで今日はクレープ風、クレープ風なのこれ。まあスイーツです。食べてみる。あんこだけ食っちゃダメだ。うまい。あんこだけ食ったらダメだって。うまい。はい、ということで今日は小豆作るの。美味しいよ。持って切る、このまま熱いで切れんから、うちって切れん、うん、じゃあ今日はこのままもらっていきます、うん。